ご紹介ありがとうございました。じゃあオンタイムということなので頑張って進めたいと思います。私は大阪大学から来ました清水と申します。大阪大学の小田研究室です。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、小田研究室は、空気圧人工筋でヒューマノイドを作っている研究室ですね。で、人工筋を片ややっていて、一方で筋肉に関して統合的に理解、またその応用方法を、研究しようということもあってですね、実際の筋肉の細胞を使ってロボットを作るという取り組みをしています。今日私がお話しするのは、本物の細胞、筋細胞を使ってどうやってロボットを作るかという話です。で、さっき牧田先生から、普通ロボット工学者のハードウェアから入るという話がありましたけど、今日の話は、ある意味究極のソフトマテリアルをどうやってロボットの部品にするか。で、普通の部品じゃないので、しかも、往々にして結構ブラックボックス的要素のある部品です。で、それをどういうふうに使うべきかというようなことを、少しでも皆様にお伝えできればいいなと思って今日の話を構成してきました。はい、それでは始めたいと思います。ですね、まず何は置いても、そうか、この共同研究所の前にさらにですね、今日はこの場でこのお話をさせていただく機会をいただきました牧田先生はじめオーガナイザーの方から大変ありがとうございます。まずは感謝を申し上げたいと思います。そして、講演時間が足りなくなりましたと言って、表示しなくなることのないように、まず今日ご紹介する研究、多くの方にいろいろとご協力いただきながら研究してるんですけど、特に今日お話しする内容に関しては、ここで赤字で書いてある方々のとの、共同研究として進めているものです。特に一番左上 の、 関啓司君、うちの学生さんでもう卒業したんですけども、の、出してくれた実験結果が、主なところになっているので、彼にも感謝しつつ今日のお話を進めさせていただきたいというふうに思います。で、私はどういうようなことをやっているかという話なんですけど、こんなことをやっています。デバイスからそのサイボーグ、そうですね、ロボットですねに至るまでいろんなところで、生体由来のマテリアルを使ってロボットを作っています。で、今日は特にその中から、時間もありませんので、ここの筋細胞で動く輪ゴム型のアクチュエーターの方、電気刺激で動かすんですけれども、これをどういうふうにして作るかというお話をしたいと思います。ポイントになるのが、機械刺激応答という言葉です。今日オリニフで何回かという何回もご説明させてあげますので、清水が何を考えて、こういうこの機械刺激応答という言葉を使っているのかということが、少しでも、広まればとても嬉しいですということですね。で、なぜこのような研究をしているのか、こういうものを作っているのかということを最初にお話ししたいんですけれども、使い古された言葉から再考してみたいと思います。環境適応的な生物、生き物、皆さんご存知のように自然界にはいっぱいいろんな生き物いますよね。動物がいろんな形をしている、いろんな動き方をしている、足の本数さえ違う。でも共通しているのは生き抜くという知能を持って、環境で振る舞っているわけです。で、往々にして僕らロボット工学者からしたら、ここにどうしてこのような知的な振る舞いが発現するのかというのは非常に興味深いことで、これを解明したい、またはこれを応用してすごいロボットを作りたいということを常々考えているわけです。ですがと、言わせていただきますけれども、今画面に表示しました自己組織化、過去成長とか自己複製とか自己修復、誰もが生き物を想像して、あ、生き物ってこんなすごい能力あるよねっていうふうに思った時に想像するものの一部だと思います。これは自己改変能力ですね。このような自己改変能力を直接実装するというのは、つまり僕の不勉強があるかもしれませんけれども、少なくとも、ロボティクスではなかなか難しい。これをどのように解決するかということをうなってた時期がありました。で、こういうことを考えたわけです。生体の適応機能の再現から自己改変能力の実装へと書いてありますけれども、もともとやっぱり興味あるのは、その知的な振る舞いをどうして起こるのかということです。で、構成論的な生物の適応に関する研究によって模倣的に生物の適応機能を再現するという研究をしてまいりました。で、しかしながら、その生態に特徴的な、今先ほどお話ししたような自己組織化
成長とか自己複製、自己修復といった自己改変能力はなかなか再現は難しいと、そこである日思ってしまったんですね。なら生体自体を直接ロボットに埋め込んだらどうだろう。でですね、じゃあ細胞は生きているので、一個一個の細胞を組み合わせて大きな組織を作る、構造を作る、ロボットの部品を作ることを考えたら、自立の軍ロボットだというふうに思うことができます。できますと今言ったんですけど、まあ、細胞ってこういう見た目しているものです。で今ここに表示しているのは、マウス由来のこれから筋肉になる筋芽細胞、筋肉の目とかで筋芽細胞というものです。これをタイムラプスで1分に1枚写真撮って、じゃあ半日間ずっと見てやりましょう。ロボットは軍ロボット、細胞は軍ロボットだと言ったんですけど、多くの方は細胞ってそもそも動かないでしょって思われる方も多いと思うんですが、これがどうなのかをご紹介したいと思います。あ、ちなみに今画面に出ているですね、この茶色いのは、まあ、小さいビーズで、顕微鏡下で同じところを撮影するために目印として置いているものです。で、こういうですね、この影になっている部分があると思いますけれども、これが、一個一個の細胞です。じゃあこれがどうなるか動かしてみましょう。でこういろいろムニ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 いっぱい動いている様子が分かると思います。特にこの辺を見てもらうと、今分裂しましたよね。こういうふうに今細胞はどんどん移動するし、どんどん分裂するし、増えるしということが起こります。したがってなかなか人間の恣意的にここに留まっていなさい、この形になりなさい、ここから動くな、そんな話をなかなか聞いてくれない。そういった細胞をどうやってロボットの部品として使うべきかということを考えます。でですね、そもそもどんなことが期待されるのかなんですけど、まあ、これ一般的なお話です。でロボットがこういうふうに、地面がガタガタのところでも我々人間は、まあ、一応歩けるでしょうと。それから壊れたとしてロボットはもう一回設計者が直さなきゃいけないけども、人間は、まあ、程度の差はありますけれども自分で直すことができます。また、最初同じ赤ちゃんだったにもかかわらず成長の仕方次第で人間がその随分と成長の経路が変わってしまうと。でいうことで、まあ、従来はそのハード&ドライロボティクスだというふうだとしたら、次世代を生体由来のデバイスを足し算して相乗効果がとして、携帯機能が適応するようなソフト&ウェットロボティクスの実現というのを考えられるんじゃないかということを考えているわけです。でじゃあそういうのをどうやって作ったらいいのかという話なんですけれども、僕らの知っているデバイスは多くの人はこういうふうに作っていると思うんですけど、特定の機能、仕様を決めて設計をしてデバイス、ロボットを作ると思います。一方で先ほどお話ししたように細胞はなかなかその言うことを聞いてくれないので、携帯機能を環境に合わせて、なんていうんですかね、その馬に乗っている時に馬に一生懸命なんかこう右に行ってください、左に行ってくださいというふうな、なだめるのと同じようなことかもしれませんけれども、うまいこと環境を使ってやらなきゃいけない。したがってバイオハイブリッドロボットを設計することを考えると、デバイスの元となる細胞の環境を操作して携帯機能の発現を誘導するという使い方になります。これが、生体由来マテリアルをロボットの部品として使うときにまず第一歩です。でそうすることによって何が起こるかというと、環境次第で細胞がいろんな形、いろんな機能を持つことが変わるだろうということをすると、骨の細胞になったもの、筋肉の細胞になったもの、神経の細胞になったものを組み合わせたら生体由来マテリアルでロボットが作れるでしょうというお話です。では具体的にそういうことをやるためにはどんなテクノロジー、技術が必要なのか、しかもロボット工学者ができれば触れるようなものがいいですよね。なかなかその本当にその生物に関してめちゃくちゃ詳しい人がだけができるような技術だと、なかなかロボット工学者として触りづらい。でそこでお話に出てくるのが細胞の機械刺激応答です。最近生物学の分野でホットな、話題としてメカノバイオロジーという言葉がありますので、ご存知の方多いかもしれませんけれども、細胞が、外から外的にその機械的に刺激を受けた時に、それによって、性格的な応答が変わる、変化する、そんな、現象のことです。で過去の僕はですね、非常にこれ衝撃を受けた論文なんですけれども、外部からの機械刺激が細胞の運命を決める、これは ある研究者が、まあ、イングラーたちですね、が、寛容系の幹細胞、将来骨、筋肉、神経になる運命を持った幹細胞ですね、
硬さの違う地面の下で培養してみたんです。何が起こったかというと、硬さが硬いところ、硬いところでは骨になって、で、中間ぐらいだと筋肉、柔らかいところでは神経になるという結果が現れました。科学的な修飾をしているわけではないんですけれども、こういうことが起こりました。で、機械刺激で細胞の種類がそもそも変わるんです。もちろん遺伝子は細胞を、大きく制御しますけれども、それだけではない。外からの外的な機械刺激によって細胞の運命を変えられると。したがって機械刺激だったらロボット工学者ちょっと なんとかなりそうですよね。で、本講義では、本研究ではこんな定義を置こうと思います。生体由来マテリアルへ機械的な作用を加えた時の生理学的物理学的な変化を、機械刺激応答とすると、物理的な変化も使いますよというお話です。で、ちょっと時間がほとんどないようなんですけども、ここからはサクサクと言うと思います。筋細胞アクチュエーターを作りましょう。で、筋細胞アクチュエーターはいろんな作り方があるんですけども、ここではコラーゲン理論の中に包埋して筋細胞を包埋して、作る方法を考えましょう。で、出来上がりはこういう輪ゴムのようなものを考えてやって、この矢印の方に収縮力を取り出すようなもの、だから輪ゴムをどっかに引っ掛けるような形にしたら機械的に、ロボットの部品として使えますよ。で、例えば電気刺激をするとこんな感じで収縮するようなものです。で、この中どうなってるかというと、コラーゲンと筋細胞があります。今書きましたけども、ここにですね、このピンクの紐状のもの、これがコラーゲンの繊維です。で、このコラーゲンの繊維に筋細胞が持っています。今力を取り出したいのはこの軸方向に取り出したいんですけども、中でコラーゲン繊維が絡まっていろんな方向に向いているので、その上に向いている細胞もいろんな方向に向けます。したがって、いろんな方向に筋細胞が向いてしまって力が弱くなってしまうという問題があります。つまりこれは、このコラーゲン繊維の向きを揃えていれば力が強くなるんじゃないかということを考えるわけです。どうやった？コラーゲン繊維を引っ張ることで解くということを考えます。まあ、これ粘弾性を利用するんですけれども、でつまりここではその機械刺激に対して物理的な変化を、得ましょう。このアナロジーでこんなことをやってみたんですけど、パスタをぐーっとフォークで持って引っ張ると、そうすると同じ方向向きますよね。で、この上に細胞が乗ってたとしたら同じ方向に力がかかるだろうと。で、これを実際にはどうやった、細胞を培養するためのチャンバーと、そのチャンバーを柔らかいシリコンで作っておいて引っ張れるようにしてあります。そうすると今このピンクのところが培養液なんですけども、中にさらに小さいチャンバーがあるのが分かると思います。このアーモンド状のものですね。このアーモンド状の中に、筋細胞 と、コラーゲンゲルを混ぜて入れます。で、そのまま培、こういう進展刺激、繰り返しの進展刺激を加えながら培養を続けるということで、先ほどのフォークで引っ張るような効果を得ましょうと。実はさらに、機械刺激を加えることによって分化が誘導されるということが、報告されていますので、機械刺激に対する生理学的な変化もここで得られます。で、これによって成熟した筋肉の入っているであろう、輪ゴム状のものが出来上がります。じゃあこの中身を見てみましょう。機械刺激がない場合とある場合でもう一目瞭然ですね。機械刺激がない場合、左側の方はファイバーが絡み合っている様子が分かると思いますけれども、機械刺激をずっと加えた方は一方向にファイバーが向き傾向が出ている様子が分かると思います。ではここから力を取れる力がどうなっているか見てみると、左のグラフをご覧ください。青い棒グラフが機械刺激なしで培養した場合、赤が機械刺激ありで培養した場合です。取れる等尺性張力、張力が大きくなっている様子が分かると思います。もう一個右のグラフありますかね。これは何かなんですけど、実はこれはずっと引っ張り続けるんじゃなくて、途中6時間ごと休憩を入れました。で、すいません、グラフの縦軸がそもそも違うので見づらくて恐縮ですけれども、こっちの赤い棒グラフとこの青いグラフは同じデータです。だって途中でただずっと引っ張り続けるだけじゃなくて、ここが細胞を使うところの面白さで難しさでもあるんですけども、途中休憩を入れることによって実は細胞のさらなる成熟がどうやら促されたようです。ようですというのは何か断定的なことは言えませんので、ただ結果としてはそこから得られる等尺性張力が大きくなったという結果が得られます。非常に面白いところですよね。
で、最後に、私からの、 テイクホームメッセージまとめの言葉を言って終わりにしたいと思うんですけども、どうやって作るかというお話を今日したことになっているんですけども、それに対する回答としては、バイオハイブリッドロボットを機械刺激によって作る、つまり機械自身が成長することです。この成長はソフトウェアだけということだけではなくて、機械的な構造も変わります。このように機械が成長するところが重要なポイント で、そして、筋細胞、それから骨細胞、その神経細胞等を組み合わせるとソフトマテリアル由来のロボットが作れるでしょうと。さらにポイントは、これを環境に置いたときにどういう相互作用が起こるか。この環境に置くことによって、その環境ごとに異なった成長をします。それが、生体由来マテリアルを使ってロボットを作る、バイオロジーの技術を使ってロボット工学をするということの醍醐味かつ重要なポイントだというふうに考えています。で、これを、今進めていることは、これによって、バイオハイブリッドロボットのソフトロボット学へということに進めていけたら、将来的には非常に面白いんじゃないかというふうに考えて、いろんな研究をしております。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。会場からご質問があればぜひお願いします。大変面白いお話ありがとうございました。最後のというか、実験でこう伸ばして繊維を揃えるという話で、6時間とかで6時間の休憩を入れているといいですか。そうです。6時間、左のグラフは、14日間大体1ヘルツ程度でずっと 10% 進展をずっと繰り返すんです。で、右のグラフは、6時間その引っ張ったら、さらに6時間休憩を入れて、でまたその6時間休憩が終わったらまた引っ張るというのを14日間継続するというのが条件の違いです。で、引っ張るということの発想は、先ほどスパゲティもあった、はい、画像ですけど、休憩を入れるということの発想の元になったのは、何かアイデアのことというのは何かあるんですか。ですね、直接機械刺激に関することではないんですけど、電気刺激を細胞に引火することによっても、細胞の分化が誘導されるという知見がありまして、でその場合に電気刺激をずっとかけ続けるんではなくて、途中に休憩することが重要だという過去の知見があるんですね。で、もちろん電気刺激と機械刺激、全く同じものではないので、ただ、ずっとその細胞に負荷を入れ続けることが、細胞自身は、分化をするときには増えることをやめて、自分自身の細胞としての性質を変えるために、いろんなことをしなきゃいけないので、それはずっと負荷をかけ続けるのも道理としては、辛そうだなという、そこら辺はふわっとしてるんですけども、少なくとも過去の電気刺激に関する知見があって、じゃあ機械刺激の場合も同じようなことが起こるかもしれないということで、導入したというのが経緯です。その1ヘルツが比較的ゆっくりだなと思ったんですけども、はい、スパゲティの発想からするとですね、結構高周波というわけではないんですけど、速いんですけどですね、振るとなんかこうまとまりができそうなんですけども、その1ヘルツというところは1日スパンというような、なんかこれもまたなんか発想の元があったんですか。それはありません。ありませんなんですけど、それで終わるんではなくて、筋細胞の分化が誘導される周波数は一応分かっていたので、それを前提にして やらないと、どうしても14日間も実験継続しますから、筋細胞が、筋分化が誘導されないパラメータでやると後々大変なことになっちゃうので、まずは筋分化が必ず誘導されるパラメータでやりましょうと。そして最初に途中で粘弾性という話しましたけども、粘性が効いてるってことは、グッと引っ張った時に必ずそこの構造が崩れますよね。一応崩れたらまた元に戻るわけではないので、もちろん、適切な周波数を追い込んでいったらいろんなことがあると思うんですけども、追い込まなくてもちょっとでも粘性の影響で構造の変化さえ与えられたら、大体どういう周波数でもうまくいくだろうというふうに当たりをつけてやりました。ありがとうございます。他いかがでしょうか。ツイッターにも書いちゃったんですけど、書いちゃったんですね既存のロボットがあって、はい、こういった生体ロボットが多分いずれそれを超える存在になるんだろうなと思うんですけど、そう超えて、もし既存のロボットを超えたら多分既存のロボットが全部なくなって全部生体ロボットになっちゃうみたいな日が来るのか来ないのか、
そういう日は何年先ぐらいになったら来るのか、まあ、そういう10年、100年スパンというかちょっと未来の話を教えてください。未来の時間の話に関してはちょっと難しすぎてお答えできないんですけれども決して淘汰するとかいうものではないと思います。やっぱり今まで蓄積してていろんな技術便利です。便利なのでそれは程よくミックスされるべきかなというふうには僕は思いますし、ミックスしやすいようないろんな技術開発を僕は今しているつもりになっています。効果的なところに、まあ、そうですね。だからやっぱり得意なところに得意なことを やりましょうというのがいいんじゃないのかなというのが僕は今のところ考えていることです。わかりました。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。他の種類の細胞、つまり別の種類の生物の細胞を混ぜてみる、あるいはある細胞はある性質の物質とは相性が悪いとか、そういったような組み合わせみたいなものっていうのは何か分かってきてるんでしょうか。こういった一部の細胞に関してはその共培養系に関してもちろん研究が進んでますので非常に重要なテーマなんですけれども、ロボット工学で使えるレベルでいろんなことが分かっているかというと分かっていないというのは僕の今のところの感覚です。どうしてもやりたいですね。やっぱり共培養系は非常に興味があるので、そして、生物学者じゃなくてロボット工学者がそれをやるからこそ、いろんなことをやってしまう、いろんな設定もやると何が起こるのかというのは僕自身非常に興味があるので今後追い詰めていきたいなというふうに思います。はい、じゃあ、そう機械刺激としてこう引っ張るというのが紹介されましたけど、はい、それ以外にも何か機械刺激っていうのは考えられるものか。あ、そうです。引っ張るときには細胞はまず地面にくっついているので、その地面を伸び縮みするような素材で作っておいて地面を引っ張るとその引っ張るような刺激になるんですけど、あとはもちろんそこに培養液下に細胞は生きてますので培養液に流れをつけてやったらシアストレスがかかりますし、それから物理的なことをいろいろ考えたらもちろんもう少し周波数の高い外から波を与えてやって、それが細胞どうなのかとか、まあ、いろんな設定は考えられると思います。はい、いかがでしょうか。すみません、ありがとうございます。はい、ちょっと言ってしまうと生ものですよね。はい、耐久性といいますか、どんな感じなんでしょうか。ですね、よくいろんな方からお話いただくんですけども、本当に正直なことを言うと耐久性に関しては今度外視でしてます。結局その色完全度外視じゃなくてそれを長引かせるためにまあいろんな対策をいろんな研究してますしやっていますけれども、今現在としてはそこを追求するというよりもこの生体由来のマテリアルを使うことでどんな可能性があるのかという方向に一応目を向けていて、本当に耐久性を追い込むというのはそこまでは今取り組んでいません。いかがでしょうか。ツイッターございますか。はい、ツイッターが自称ロボットオタクさんから、はい、成長するロボットってことは将来的に子供から大人になるロボットもできるってことですか。できると信じてます。そしてリプロダクションもそこでさらにしてほしいなという僕自身は思うんですけれども、結局中にその代謝系を全部代謝系だけではないですけど含めて、コンプリートのパッケージとして生体由来のマテリアルのロボットを作ることができたら可能になるのではないかと思っています。でそれが、そこまでその強い確証はないですけども僕自身としてはできてほしいなというふうに信じています。ありがとうございます。はい、すいません、ちょっと1個目だけ聞きたいんですけど、はい、この
聞き漏らしてたかもしれない。休憩を入れるっていうのは、いわゆる筋トレでトレーニングをして休むと筋細胞が太くなるのと効果として同じようなことになるんですか？それをこの場で僕に言わずに。ですね、ちょっと危険なので、気をつけて喋らなきゃいけないんですけど、一部同じこともあると思いますし、一部同じでないこともあると思います。今これ使ってる細胞は、これから筋肉になる細胞をかなり幼い状態で使って、そこから力が取り出せるようになる場合にどういうメカニズムを経ているかという話なので、中にこのかなり成熟したその筋組織が構成されているところで何が起こっているかということに関しては、同じことも起こっている部分もあると思いますし、違うことももちろん起こっているので、軽々には言えませんけれども、近しいことがある意味では起こっていると思ってもいいのかなというふうにも思いますけど、はい、すいません、ありがとうございます。では時間になりましたので発表を終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございます。